黄色いチェア見えた見えた見えた楽しかったです。こちらこそ。で、テラ全然大丈夫そうだったから心配しなくて大丈夫ですポニーテール。なんかすごい迷ったな今日も髪の毛。でもツインにしようかなと思ったんだけど、ちょっと最近ツインしすぎだなと思ってポニーテールやってみたかったからポニーテールしました。そしたらね、すごいね、メンバーにもね褒められた。嬉しい。楽しかったな。ハドログもさっき帰ったのでいつ上がるかな、しばらくしたら上がると思いますお疲れ様です。こちらこそ。あおちゃんからありがとうね。そう、今日もありがたいことに黄色オレンジサイリウムが多くて嬉しかった。でもなんかね、ちっちゃいもん、なんか緑と青率、緑と青のメンバーが多くて、そう、見つけやすかったよ巻きポニーした。あお、この前髪切ってから切ってからこういうちゃんとしたの、ちっちゃいもんこういうしたの初めてなんだけど、もうね、いつものねいつもの前までのさ、分けてた前髪よりかさ、パッツンにしたら余計こんなのなってた。こんばんは。そう、お昼は急遽仕切りになって、昨日の夜か。しまってな、見えてたよ、柱の後ろ見えてた、ありがとうねでもあそこね、なかなか見えないよね。でもね、見てた今やりきった感。でも2公演、久しぶりの公演で、しかも2公演やるからちょっと大丈夫かなと思ったけど、全然平気。あ、なんならあと1公演できる、もう1回できる今日初めておうちに会えて最高だった、いい思い出。また行くね、また来て、おうちゃん待ってるねサングラス似合ってました、ハートのやつ。でもそう、サングラス、ハートのやつ。こんばんは。でも今日昼公演も夜公演も久しぶりだったんだけど、全然立ち位置とか振り的にはあんまり間違えなかったんだけど、夜公演の青春フィロソフィーの大サビで、ね、すごく大胆に間違えてしまうというやらかしを起こしました本当になんかラサビ的に青春を守りたい制服おぬぐまでは、で1サビだとどう生きればいいのか誰も知らないなのね。でも2サビは、あ、じゃない、ラスサビはなんか青春を守りたい制服を脱ぐまでは生まれたあの日のままっていう行くのね。なのに1サビと同じこれちょっと、これやっちゃってやべえって思ってなんかあ、間違え、ここまで間違えてない、よかったって思った瞬間に間違えちゃって本当に恥ずかしく、しかもなんかあれセンター曲だったから本当にやらかしたって思って
やらかしいと思って、やらかしたなって思って、でも一回間違えたら、から次から絶対間違えないそう、大胆に間違えたらそれはそういうものだと思うかもしれない。でも結構わかりやすく間違えちゃって、なんかもうそう笑っちゃいけないんだけど、やばっと思って、入れ替えを見分け、全然ありがとうございます間違えちゃったんだよ、悔しい。バームクーヘンの食べ方とはね、あれめっちゃキュッキュ、あの MC のお題テーマトークテーマ決まって、じゃあバームクーヘンの食べ方にしないみたいな言われたけど、え、バームクーヘンなんかそこまで食べ方意識するくらい食べたこと、食べた回数あんまないから、バームクーヘンかと思ってそうそうそう、バームクーヘンはハムって食べますでも実はね、今日メイク薄いんですよ。落ちたわけじゃなくて、あ、でもキラキラしちゃうけど、落ちたわけじゃなくてアイメイクを薄くして公演してました。そう、あとリップの色変えた、横で食べるな、わかる、横で食べるの意味合うもんね、わかん、縦で食べたことしかない、横で食べるってどうやるんだろうね。キラキラしてるでしょ、キラキラ塗ったから高校生らしくてよろしい、高校生だからねDMM でリアタイしてた、おお、ありがとう。でも楽しかったな、でもこう今日久しぶりに公演やって、あのもうちょっと体力つけようと思った、なんかもう体力バキバキにしたいと思って、だから体力バキバキにしたいなって思ったので頑張りますシアともにあおいちゃんだけ見てました、どうだったどうだった、高校生だよ、今年は高校2年生になりますよ。スタミナはね切れなかったんだけど、切れなかった、なんか夜公演の方がもう全然前よりね疲れなかった。サイズ博士君ハートがやばかった、ハート、あおちゃんしか目に入らない、いや目に入っちゃうハートありがとうございます、あおちゃんとたくさん目があって一人でキュンキュンキュンです、ありがとね、キュン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 ドキドキ見ながら泣いてました、ハンカチあったハンカチあった、大丈夫、劇場行くから、待ってるよ、待ってるね、激しいパフォーマンスです、激しいパフォーマンス、結構あのもうユニットユニットの冷蔵庫
やってからだいぶ曲がつな続くんですよ。だからあの青とはるかとさらで冷蔵庫始まる前に気合よいもう一丁入れ直す。ハートありがとうございます。そうそうそう、少し大人びて見える。あらポニーしてるからか、ポニーテールしてます。巻きポニー。でもねポニーテール踊りやすかった。邪魔じゃなかった。そう、前髪カーラーで前髪巻いてた。ハートありがとうございます。アドレナリンで疲れがピークかな。うん、アドレナリンよりね。十年桜か、十年桜はもうオールで、オール全で歌ってるからちょっと辛いけど頑張る。でも楽しかった。服ありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、でも楽しかったな。2月も早く公演したい。ユニット曲とかまた違うのにしたりとかしてみたいな個人的に思った。セトリもちょっとだけでいいから進化させたいだと個人的に思いました。かわいい、ありがとうございます。アドリブ演技も楽しかった。アドリブ演技めちゃめちゃ難しい、難しかったな。アドリブ演技楽しかった。こんばんは。ねえ2月もね公演したいな。シェアすると大人っぽくなる。あら、やった。でも今日リップの色変えたからいつもより大人っぽいんだ。そう、夜も夕顔の勝ちだと思う。青さん、シチュエーションゲーム今日の声入れたら3回やってるのね。3回シチュエーションゲームやってるんだけど、あの1回目とこの前のクリスマス公演と今日の昼公演も勝てたんだけど、夜公演だけ負けちゃって、連勝が途切れちゃった。リップ何、今日新しいの使いました。みなちゃんからもらったシピシピっていうところのリップです。結構赤い感じのリップ、あんま持ってない色。そう、変顔みたい。こんばんは。わかめとこ、あれはねもうくじ運もあると思う。あのお題のくじ運もあると思う、すっごい。MC 権限、そうね、あれはもうちゃんと心を広く持ちたいと思います。めっちゃ悔しいけど、くじめっちゃ大事だよね、あれ。わかめと昆布もだいぶ手強かったけど、そう、楽しかった。眠いな。30秒ね長く感じた。多分ものによるかもしれないけど、
しかったな。また MC もちゃんと考えなきゃね。なんかやってほしいこととかあったら教えてください。これ MC でやってほしいみたいな、ちょっと提案してみるからうん、そう、ゴリラのゴリラのマネはなんか多分あれよね、罰ゲームとかかな早口言葉対決、あーできるかも。ちっちゃいもん早口苦手な人多そう。メンバーモノマネね、なんか9時作ってまた。でもモノマネも破壊的にできないんだよねモノマネ苦手。モノマネいいね、モノマネ対決。あと今日は門継さんと同じ公演だったんですけど、そう、実家の仕事終わり、お疲れ様。何がいいかな、考えてみて焼肉いいな、焼肉な、あもう焼肉食べたい、牛タン食べたい、代わりにいっぱい食べてきて。絵を描く対決、あ絵面白いよね。ちっちゃいもんさ、なかなかの画伯がさ、それぞれなんか違った種類の画伯だからさ面白そう。いいな、お絵描き、あり、お絵描き学力テストとか、あちょっとまた学力テストやりたいな、できるかな次数学出てきたらちょっとってなるけど黒板書いた、古田で青いって書きました。画伯いっぱいよ本当に。前にしてはったお絵かね、お絵かき歌も楽しかったね、前やったやつ。タンタ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 タタタタタンタンタタンタンタン、あれマネージャーさんに自分考えるときに自分のなんか歌いながら書く動画を送んなきゃいけなくて、前一人で絵描き歌歌って書いてマネージャーさんに送ってた恥ずかしかった。ふんもぐはくよく言われる、でも確かに絵は得意ではないですけど。ねえこんばんは。でもなんかね、もっともっと進化していけるように頑張ります。そうめっちゃ恥ずかしかった、マネージャーさんに自分で歌って絵描き歌送るのいくらすごく仲良しなマネージャーさんでも恥ずかしかった。自撮りとか多分なんか自撮り用さん見られるのも恥ずかしい普通に多分ツイッターとかで、ツイッターとかインスタとかで上げてる自撮りとかは見てくださってると思うんですけど、実際に撮ってるとこ見られるとねすごい恥ずかしいアーカイブ見させて、あーぜひぜひご覧ください。夜公演の方がスムーズにいけたかな。でもどっちも見てみて結構だいぶ昼夜で成長したからさ、モノボケ、あモノボケいいね、また宝箱みたいなちょっと使って、
小道具使って、いいね。なんか劇場にすごいいろんなさ面白いのいっぱいあるんだよね。そう、そうフリートしてたの、してみた、さっきしてみようかなと思ってしてみた、実は初めてそう、こんばんは。そう、あとそう、今日は門次さんと同じだったんですけど、あのすごく私がすごく好きなのは残念少女がめちゃめちゃ好きで、でも全部好き本当に、でも残念少女めちゃめちゃ好きだった。あとは残酷な雨もめちゃめちゃ良かったです。もうなんかもう、でも個人的には金木犀の曲がめちゃめちゃ大好き。金粒さん歌上手、本当に羨ましい、憧れます。なんか裏でお二人で鏡見ながら歌って練習してるの見てたけど、本当に素晴らしい。あとね、髪の毛がめっちゃ綺麗だったし、いい匂いしたなんかもうリハの時からめっちゃ髪の毛綺麗と思って、多分ストレートにしたからなおさらその髪の毛の綺麗さが際立って見えて、本当に髪の毛綺麗でもシュッってなっちゃった。本当に金木犀良いよね、金木犀良いよね、本当に私もそう思うあーラブ修行も可愛い、ラブ修行も可愛い、ラブ修行は曲も可愛い、曲がそもそも可愛いから、メンバーも可愛いと、可愛い、めっちゃ渋滞してラブ修行もいいよね、好き。つぐみさんがじゃんけんじゃんけんで、あの多分今日劇場に来てくださった方は分かると思うんですけど、なんか点数の表みたいなのがあったの、つぐみさんの勝った回数と加藤さんの勝った回数でも青ね、青はじゃんけん何も考えない方が勝てたりする、なんかもう無になってってとか勝てる気がする。私はなんか相手がなんか相手が何出すかとか考えるよりかはもう勝てますでもなんかじゃんけん大会の時にじゃんけんしてからじゃんけんのプレッシャー、じゃんけんによるプレッシャーには強くなった本当にじゃんけん大会のじゃんけんが人生で一番緊張したじゃんけんだったな、それはそうですけど。どのじゃんけんよりも一番緊張したじゃんけんそう、ねえ、こん
んばんは。これはね、めっちゃ緊張した。ちっちゃいもんのみんなで意思疎通ゲームしたら揃う。え、でも揃いそう。誰かが変なことしない限り。あれはよく勝ったね。でもちょっと聞いてください。なんか、あ、ごめんね。なんか当時なんかじゃんけんをする人は決まってたんだけど、誰が何回戦目にじゃんけんをするかっていうのは全然決めてなくて、あれ確かバスの中で決めたんですよ。でなんか何番目がいいみたいな話になって、なんかあんまよく分かんなくて、その当時でも1回戦目は負けたらもうそこで終わりだから、ちょっと1回戦目はちょっとプレッシャーがすごすぎるなって思ったから、しかもなんかそんなに勝つと思ってもなかったから、あ、全然、あ、どこでもいいよって言われて、でもちゃんと周りのメンバーはその青がじゃんけんした、あれ何回戦目だか忘れちゃったけど、青がじゃんけんしたそこの戦いの時に、そこが青が一番なんか、青がじゃんけんしたところがカップリング曲をもらえるかもらえないかのとこのじゃんけんだったのね。で、青それ知らなくて、だからそう、だから全然、あ、本当に一番目じゃなければどこでもいいよって言ってて、やっぱりみんな分かってたから、みんなそこをなかなか選ばないなと思ってで、そうで、それでそう全然知らなくて、分かった頑張るってなってそう、でもじゃんけんした後に知ったのかな、じゃんけんした後にじゃんけんした後に、でも勝ちたいとは思ってたの、勝たなきゃ進めないって思ってて、勝ちたいとは思ってたんだけど、青がそこでじゃんけんしたところがそんなにじゃんけん、そのカップリングもらえるかもらえないかのそんな大事なとこだと分かんなくて、もうそう、そのはけた後にこれでカップリングもらえるねってなって、そうなのと思って、そこでめっちゃもう勝ててよかったってすごい思ったそう、そう、やけんな、でも本当にそうだから、当時その自己紹介してた時のそんなにね、ちゃんとね、まだ分かってなかったんだよねそんなに大事なとこで自分がじゃんけんしてるとは、そう、成り行きでこんばんは。でも本当はそれ、本当にそれは子供だから許されることだけど、初めて話したかも、割と2年ちょっと経った今。こんばんは。終わってから、ちなみに冷蔵庫の中身は割と公演前に考えたりとか、公演始まってから考えたりするかな。ドランジャラシー始め、え、めっちゃ可愛いと思った。なんか衣装が暗い感じだったから割となんかかっこいいの来るかなと思ってたんだけど、かわいい感じだった。でもめっちゃかわいいよね、ドローンも好き、堂々としてたから実は自分が大事なとこでじゃんけん出てるとはその時は知らなかったまた見に来るね、またね、焼肉おいしく食べてくれあおちゃん MVP にして、ありがとうございます。
そのさ MVP 制度がさあるのさ全然前知らなくて、公演始まってちょっとしてから知ったんだけど、 MVP 事情。そうそう、冷蔵庫の中身は他のメンバーに伝えることもあるけど伝えないこともあります。鶏のじゃない、軟骨の唐揚げは伝えたけど豚汁は伝えなかったです。あ、伝えか、伝えたかな、伝えなかった。そう、でも楽しかったな今日。うん、そう、おつまみで。今日は今日は鮭を食べました。鮭弁当。じゃんけん予選の映像で公式に、懐かしい、なんかじゃんけんのじゃんけん大会でじゃんけんする人を決めるのもじゃんけんでトーナメントでやったんですけど、その映像ですごく叫んだ覚えはあるまだあるかな、公式だよね多分、ツイッターかな、 YouTube じゃないか。思春期のアドレナリンたくさん、思春期のアドレナリン、てん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 、こんばんは。今日は僕の MVP、 MVP やった、 MVP なんて、ただ規制を上げただけなんですけど、今日はポニーテールです。豚汁の時のはるちゃんの豚の一言、そうね、はるくまらは豚さんを大事にしてらっしゃいますもんね。こんばんは。アドレナリンコールガム、いや本当に青たちもあー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 ってやってるんだけど、そう、みんなこうやって書いてる最近またそれ本当可愛くいられるように頑張ります。でもなんか今日のメイク変えたところはアイシャドウをちょっと薄めにしてキラキラを塗ったことと、アイラインを目尻に引くのをやめました。アイライン目尻にここに線入れてたんだけど、入れるのやめてこの中だけね描いた。でも目はねキラキラだよ。可愛い、会いに行けなくて辛いね、本当にそう、早く会いたいね、待ってるよ。でも難しいよねやっぱり、そうコロナがね。可愛い、本当に歌頑張ろうと思って、お歌でもなんか今まで研究生講演の時とかからなんかマイクホールドここにちゃんとできなくて、めっちゃ歌ってたけど全然声聞こえないって言われてたけど、最近はマイクホールドちゃんとするように、最近というか、まあ、だいぶ前からだけどしてます。誰かの、うん、なんか今日普通にちっちゃいもんのメンバーに聞きながらメイクしてどうしたら方がいいって聞いて、アイラインない方がいいと思って言われて、アイラインなくした。あおちゃんのお悩み相談、そうですね、
できたらいいな。2月と2月中にとかに、今月ちょっと忙しそうだから2月にはできたらいいなと思って。でもさ、こうやってさ、ここの花が目立つんだよね。これみんなによく見せるの。ほら、あれはここの花にこるんです。こうやったらわかるでしょ。これね、みんなにね見せ続けたらもう飽きられちゃったから、みんなに見せる、ここの羽。これだからでしょ。ポニーテール、あのね、頭の形が均等じゃなくて、こっちの方が頭の、ちょっとよーく見たら分かるんだけどね、こっちの方が頭出てるの。だからメイクさんがちょっとだけここ出してくれて、頭の形を頑張って均等な大きさにしようと頑張りました。スクショしてもた。スクショタイム。メガネ置き。メガネ置き。年越しでジャンプして背が伸びたおーちゃんの、年越しでジャンプして背が伸びたおーちゃんだよ。今年は156、7は行きたいかな。でもね、伸びるといいなって。でも身長にもとらわれすぎないようにしようとも思っております。ほっぺが瞬間的に、え、褒め言葉？まやまや、まだまだボロボロですよ。牛乳飲む日か。牛乳ね。私も身長2cm。え、青と一緒じゃん。恐ろち身長。プリン三段重ね、プリン三段重ね、だいぶハードル高くない？トレヒノワンダサングラス、え、全然なんか、ま、そうね、ハードルサングラス、そういう感じですね。はい。シノジュンだと青、ヤヒ、ユウ、ハルカ、テラ、サラかな。多分。12月、あ、そう、あ、今あの梱包作業がちょっと滞ってて、あの機械が壊れちゃってるので、多分修理直し次第また梱包作業始めたいと思うので、すいません、もうちょっとお待ちください。大変遅れてしまって申し訳ございません。あいちゃん、お疲れ様。ありがとう。ほっぺちょうだい。ほっぺ欲しい。むにょ。どうぞ。むにょ。どうぞ。これでほっぺなくなればいいのにょ。むにょ。どうぞ。むにょ。これと、こうやって青のたこ焼き、むにゅむにゅむにゅ、どうぞ。本当は本来であるとちゃんとむにゅってしたところを機械に乗せて、ガラガラガラってって、シュ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 っていうのして配送しておる。おりますんですけれども。何年後も、そうですね、まあ私のほっぺがなくなり次第ですかね。だから期間限定ですよ、私のほっぺは期間限定。
ーマス。トーマスはねもう似てないと思う。トーマスに似てるねって言われてた時よりかはほっぺ減ったから。そう、それが一番 MC よかった。でも MC も結構ぐだっちゃった部分あったけど、でも楽しかった。嬉しい。なくなってからの、そうね、そうしないように気をつけようと思って。二十歳の頃になくなってほしいな。二十歳の頃はもっと綺麗なお姉さんになっていたいと思う。切実に、最近切実にってよく使っちゃう。でも本当に切実になんだもん。こんばんは。最近特に顔つき、あら。でもやっぱり写真とか見るとさ、まだまだ子供だなって思う。子供な顔してんなこいつってめっちゃ思う自分で。本当になんか自分って童顔なんだなってすごい思う。見てお団子スクショタイム、あおちゃんのお団子。ぐちゃぐちゃなっちゃった。そう、でもみんなはそのままでいてって、あんまり急ぐことはないよって言ってくれるから、今のあおちゃんも好きだよって言ってくれるから、今のあおちゃんを残しつつもアップデートできるように頑張りますね。お団子、あ、止まった、お団子で止まった。あ、ほどけてきちゃった。チャームポイント。めっちゃ大人っぽい、いい考え方、やったー。そうしようと思って、でもちょっとメイクはあんまりなんか濃くなりすぎ、濃すぎないけど、ちゃんとメイクしてる感じになれるようにしようと思って、メイクしてるようにあんま見えない、なんかナチュラルなメイクの仕方をできるようになりたいなと思って。ハートありがとうございます。今日のメイクいい感じ、ありがとう。でもすぐ終わった。ハートありがとうございます。ハート、綺麗ですか。綺麗、綺麗だって。小さいものの衣装に靴履いてる、履いてる、あれも靴下も衣装です。青の今日の靴下はトイストーリーです。サラチからもらった靴下、あの TikTok のシャーベットピンク踊ってる時にチラチラ見えてた派手派手な靴下履いてます。お気に入り、大好き、あの靴下。なんかくるぶしソックスが一番よく履くんだけど、なんかブーツとか履いてるとさ絶対脱げちゃうんだよね、靴の中で靴下。お花ありがとうございます。そう、ブーツとか履いてるとさ、あの靴下脱げちゃって結局そのまま歩くけど、そう、靴下は自前じゃない、靴下は以上です。いつもよりセクシーさも、セクシーさも見えるんだって。セクシーを
意識したことは全然ないです、私。セクシーに見せようと思ったことも全然ない。あら、あらあら。背伸びして私頃大人っぽいって、やっぱそうなのかもしれないね。子供っぽいより大人っぽいの方が嬉しいかもね。人によるかな、分かんないけど。キャラクターソックス自分じゃ買わないかな。ワンちゃんの靴下3枚履いてる。あとはコンドーム地のやつと、でも靴下もさ、くるぶしソックス履きすぎてさ、どんどんボロボロになってだんだん減ってくんだよね、あるある。唇がセクシー、あらあら。リップか、あ、それもあるかも。いつもでもこういう色塗らないもん。こっちにはちょっと見えてません。見えてません、セクシーさ。そう、絶対なんか二十歳になってもセクシーさ出せないと思う。恥ずかしくて絶対出せないと思う。でも抱きしめられたとかやるとき来るのかな。でもめっちゃ先だと思う。抱きしめ慣れたら一瞬でも得て、ハイになってしまうよこのまま。おうちのお母さんお父さんおうちを出かけて、ありがとうママとパパ。時まで聞こえたかな。可愛い系ですか。セクシーおうちゃんわかんない。おうちゃんの髪かき上げ、かき上げか。ちょっと恥ずかしいな、恥ずかしいな。私におでこだし。ちょっと今のままなおちゃんでいてほしい。成長します。背中のジーンパン。かわいいよね。恥ずかしいジッパンなんてお腹見えちゃう。キスダメ、キスダメ踊れるよ。キスはダメよ。てんてん、歌詞わかんない。てん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 。あ、ね、大塚の波のキスダメめっちゃ好き。かわいい、ありがとうございます。おでこでもね、いいおでこしてるねって言われるんだ。ちょっともう汗でアイブロウ取れちゃった。でもおでこ広くない。あとね、富士美体なの。金におでこ出すことないか、恥ずかしい。ほら、おでこ。やばい、ボサボサ、やばい、ボサ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 。恋はいたずらな天使の尻尾。綺麗なおでこでしょ。自分で言うのもあれだけど。富士みたい。でもバレエ習ってた時とか全部こうやってあげなきゃいけなかったから、でも富士みたいなんかあんまりなくてめっちゃ恥ずかしくて、すっごい嫌だと思いながら、でもいいことなんだよって言われてから、いいことなんだ。
ガントカニありがとうございます。葵ちゃんお隣だってあんま日向さんみたいなグラビ、でもお仕事来たらやりたいですね、大人になったら。拭いたゆで卵みたいなおでこつるつる。もうおでこが一番つるつる青写真集ね、やってみたい思いもある。ちゃんと可愛くなんなっけ。じゃん来たら迎え撃つね。来るかな来るかな、将来ね。ちゃんとこういう表情、こういう表情じゃないのもできるようにしますちょっとこうしちゃうから。おでこ、そうね。でもまたグラビアしたいなと思って。そう、ねえ、みんなもみんなに喜んでもらえるように頑張ります。はい、ということで今日は30分までなので夜ご飯を発表していきたいと思います。あっという間だったね今日配信、楽しかった。10時まで入れればよかった。ショッキングわっ、揺れました、すいませんはい、ということで明日の夜ご飯を言いたいと思います。今日が仕上がりきらない、あ、決めました、いきます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、お刺身です。明日はお刺身にしたいと思います。私はお刺身がとても好きですね。沿岸も好きだけどマグロとかも好きです。魚は何でも好きです。お肉もお魚も大好きです。お寿司でも全然いいんですよ。お寿司、お寿司食べたい。お寿司も全然しばらく食べてない。お寿司食べたい。でもお寿司って、お寿司ってすごい美味しいよねお寿司大好き。明日の配信時間は朝の7時と夜の9時から配信します。見に来てちょうだい、見に来てください。明日寝坊しないようにちゃんとこの後はすぐにお風呂に入って寝ます。寿司食べたい。寿司何でも好き。お寿司って美味しくないものないじゃん。食べ物は何でも美味しい。ご飯食べたい。7時と9時からです。お寿司行こう。お寿司行きたい。でも焼肉も行きたい。牛タンが食べたい。最近牛タンが食べたくてしょうがないけど、一人で食べることあんまないから、あんまっていうか全くないから。牛タン食べたい。牛タンかお寿司食べたいな。
牛タンかお寿司か食べたいですね。そう、はい、厚切り派です。めちゃめちゃ厚切り派。牛タンは厚切りしか勝たん。はい、そういうことで、あ、まだ10時から、あと1分ぐらい。牛タン食べたいな。しゃぶしゃぶも行きたいね。美味しいものいっぱい食べたい。美味しいものお腹いっぱいに、もう胃がなくなるぐらいまで食べたい。それは食べ過ぎだけど、それはちょっと食べ過ぎだけど、はい、ということで皆さん今日もお疲れ様でした。また明日ね。おやすみ。ギフトとしなぎありがとうございます。また明日、バイバイ。明日からまた頑張ろう。えいえい、おう、月曜日だよ。明日からまた頑張りましょうです。今日もお疲れ様でした。また明日ね、バイバイ。10時まで入れればよかった。また明日、バイバイ。金ありがとう、切るよ。バイバイ、ありがとうございました。おやすみ。一瞬でお風呂に入ります。バイバイ、おやすみなさい。